1, 2, 3, 4. どなりの海藻は青く見えるさ。陸に行くのは大きな間違い。周りを見てごらん、この海の底。なんて素敵な世界だ。これ以上何を望む？素晴らしい。私の言うこと信じて、あっちじゃ働くだけ、朝から晩まで、こっちじゃずっと遊んでラッキー Under the sea。 テステステレッテッテン、テツテツテステレンデンデン。あっちじゃフルート、こっちじゃハープ、あのベースラインは決まってる。ブラスもナイス、ドラムもグー、スイングのリズム、やればできるのさ、ほら。リズムに乗って歌おう。難しい言葉抜き、息に生きよう。 Under the sea 素晴らしい。 Under the sea 素晴らしい。明るいビギンのリズム、私のため。人間にはスナッサンド、みんなには生きるジャズバンド。生きるジャズマン、いつもセッション素晴らしい。でんでんででんでん、可愛いダンサープリルレッテ素晴らしい。でんでんででんでん、ワイルドに決めてハッピー。だから最高、海の底、ここが最高。海の暮らし、ディズニー映画リトルマーメイドのアンダーザシー、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね、このゆるい南国っぽい感じ。ちょっとこのね、なんていうの、レゲエというか、なんかそういう要素もダブっぽい感じもあったりして、この素敵な曲なんですけど、今回ですね、以前のね、2018年に撮った、以前のレッスン動画と比べて何が違うかというと、まずこのね、隣の海藻はって歌い出しのところ、今こういう風に表記されてたと思うんですけど、以前の表記見せましょうか。これです。はい、全然違うでしょ。これとにかくリズムの捉え方を変えたんですね。以前のやつは隣の海藻は青く見えるさ、こうやってやってました。で、今回はこうです。隣の海藻は青く見えるさ、はい、こっちの方がゆったりしてるでしょ、どう考えても。これが2022年バージョンの特徴でございます。はい、このゆったりした感じやっていきましょう。だからこういう風にワンブロックコード4つになるんですけど、ここだけですからね、出てくるのは。これ CC G7C なんで比較的簡単だと思います。はい、やってみてください。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、これもちろん日本語バージョンのアレンジなんですけど、ショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。歌の中でいうところの2番のパートをちょっとこうね、ショートカットさせていただいているんですけど、ひとまずですね、このバージョンで練習していただいて、フルコーラス全部私やりたいなという方いらっしゃったらですね、2番のね、コード進行って1番と全く一緒なんですよ。なんで書いてもらって、歌詞を2番書き加えてもらって、いずれフルコーラスでやってみるのおすすめなんですけど、まずはこのガズレレバージョンでやっていきましょう。で、ガズレレの動画の中に歌詞とコードが出てますから、ウクレレで練習していただいて、コードはですね、今日6個ですからね、入門コード6個。ゆっくりだったらできると思うんですけど、これね、やっぱ歌のね、感じがめっちゃこう、雰囲気がいいでしょ。これ歌うの難しいです、すごく。なんでガズさんの歌ってるのとか、その原曲の YouTube にいっぱいありますからね、それを聞いていただいて、まあ、モノマネしながらというか、言葉のタイミング結構絶妙なところに入ってきますので、研究しながらやっていただきたいんですけど、まずはですね、ガズレレの簡単バージョンに一緒に合わせられるように練習スタートしてください。一緒にできるようになった方、これはすごいですよ、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度は皆さんの演奏だけで、まず自分だけで、YouTube は一切見ずに歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思うんですけどね。最初から歌詞とコード全部丸暗記するっていうのは難しいでしょうから。まずは楽譜的のものを見て、何回も何回も練習していって自分の中で覚えちゃう。これがいいと思いますね。それこそ海の前に行って、Under the sea,
素晴らしい。こうやって歌うのが最高だと思うんですけどね。では楽譜ってでもどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズさんの手書きノート、これに書いてあるこれを見ながら演奏していきましたということになってるんですけど、もうちょっとしたら大きく写して皆さんにこんな風に書いたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のアンザーザシー2022年バージョンを含むガズが手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から皆さんが毎月5曲この曲やってみたい、この曲憧れの曲みたいな感じでお選びいただいて、ダウンロード、お手元にデジタルデータとして楽譜がダウンロードしていただけるというサービスです。もちろんこの楽譜は全部ガズレレの YouTube レッスン動画の完全にリンクしている一緒のやつですからね、すぐに練習入っていける画期的なサービスです。そしてこのねガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってましてですね、毎月2回ガズクラブのメンバーだけが参加できる、世界中から参加がある大セッション大会ガズオンが行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかという裏口のねミーティングをですね、みんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしているという、あ、なんていうかこう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回、590円で、ライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから、何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのは、このね動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね、朝7時半からガズさん、ラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、はい、この辺のね、今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄にすべてリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽を見ていきましょう。2022年改訂版の Under the Sea Little Mermaid1ですということは、今日2枚にわたってますなんですけど、ちょっと見てもらいたいのは、今日ねこういう風にワンブロックがちょっと大きい表記になってます。わかる？ここでワンブロックですからね。そうすると1234123、こういう風になってるんで、ここがですね、だいぶこの今日の楽譜の特徴です。だい全部こういう風に書いてありますからね。はい、これをちょっと見誤らないようにしていってもらいたいんですけど、だからワンブロック CCG7C ってことですからね。 CCG7C なんですけど、はい、ここちょっと書いてあるんで見てもらうと分かるけど、アイランドビートにここにタッタッタッとかこういう風に止まるとかこう書いてあるんですけど、これね、かっこいいバージョンではかなりこのリズムにこだわってます。後でバッチリ解説していきますけども、今のシンプル簡単バージョンはシンプルにこれを4つ弾きで弾いていたということでございます。なんでここだと FFCCG7G7CC こんな感じですね。はい、これこうやって写しておくので、ちょっと時間ある方この通りにメモっていってください。それとね、ガズクラブ、今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。今日は特に有効だと思います。何が違うかというと、ここに V の字があったり、ここに海の上に海藻の上にこれ点があるでしょ。これはリズムが、ね、変わるタイミングなんですよ。ここね休符なんですよね。せーの、うん、隣の海藻は、うん、青く見えるさ、こんな感じ、うん、陸に行く、こんな感じですね。あと、歌詞カードには出てこない、この伸ばすところのフレーズとか、このリズムに対しての言葉の入るタイミング、これもかなりね、有効だと思いますんで、ガズクラブで楽譜ダウンロードもぜひご活用いただきたいんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。はい、ここ見てください。ここ、結構キーポイント。2拍止まるよってことですね。ここ聞いてもらったらわかるけど、G7、G7、CC、1、2って止まって、FF って入っていく。はい、ここはちょっとね、動画で確認してください。まず一時停止で A、B まで。かな？ふい。そしたらここ。サビ1って書いてありますね。素晴らしい。Under the sea。はい。ここら辺の歌のタイミングとかもなかなかね、2な感じです。後ろに溜める感じです。で、これをやってもらったら、本来ここから2番が始まるんですけど、もうあえてこのブリッジパート、ここがかっこいいんですよ。あっちじゃフルート、こっちじゃハープ、あのベースラインはもうほぼラップ。ここのところはですね、ちょっとアレンジとして、この1行というか、この2ブロックだけ、ちょっとリズムを伸ばして、ちょっと抑揚をつけてみました。はい。この歌い方、ここから難しくなりますよ。はい。一応メモっておきましょう。
はい、あ、これ書いてあるのはね、そうだ、これ言い忘れてた。まずちょっとここまで自転車で書いてもらって、これはタブーというんですけど、ここのメロディーを後半のかっこいいバージョンで弾いてしまおう。デレデデンデンデデン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 というやつですね。これも楽しみにしておいてください。で、これブリッジパート、これ前半で、後半はこっちにクルリンパして、ここが後半のブリッジパートに変わっていきます。ここ、やればできるのさほらリズムにのって、ここ歌うの難しいと思う。リズムがね、あのちょっと後ろにある感じですごくなんか、なんていうのかな、海っぽい感じの歌い方ですね。なんていうのかな、ジャマイカっぽいっていうんでしょうかね。ちょっとレゲエっぽいところもあったりして、はい、この辺はね、なんか雰囲気をつかんでもらうのがいいと思います。ここも2拍で止まって、ここも最後ラストのサビをバーッというふうに駆け抜けるという感じですね。ここもなかなか息継ぎする暇もないぐらい最後の方はと、あの来てますからね。まずはこの4行ぐらいを書いてもらって、人間には砂サンドですからね、まずそうですね、砂サンドです。はい、でここはもうエンディングです。はい、じゃあこんな感じですね。そしてここにね、これダーって書いてあるんですけど、これ止まってデレデデンデンって口で言う、今の聞いてもらったら分かると思いますけどね、いや参考にしてみてください。で最後ちょっとこう表記ちっちゃくなってるんですけど、ここ A メロと同じ CCG7CCCG7C、 ここと A メロのこっちのね隣の階層はここと同じことをやってエンディングとして終わるという感じでございます。さあ出てくるコード行ってみましょう。はい、さっきも言ったけどコード6個です。CC7AmFD7G7、 今映ってる6個はもうこれはガズレレでおなじみの超簡単コードですよ。コードは嬉しい、めちゃ簡単です。はい、これはこのコードのグループ、ガズレレ必須コードです。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、しっかり動画で見て楽しくコードを覚えちゃいましょう。今日はそのうちの6個ですから、コードは簡単ですよ、安心してください。ですが、ここからかっこいいバージョンの練習に入っていくんですけど、ちょっとかっこいいバージョンリズムはかなり深いですからね。その前にやっぱり歌の確認、まずこの4つ弾きで気持ちよく歌えてないと、かっこいいバージョンはもう全然もうね、あのそもそもリズム難しいんで、この4つ弾きのシンプル簡単バージョンで歌を気持ちよく歌えるっていうのがまず第一設定ですよ。このままね歌えずにね、かっこいいバージョン行ってもね、もう歌も演奏もわーって散らかっちゃいますから、まずは聞き込んで、雰囲気をつかんで練習していきましょう、歌はね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョン出てくること全く一緒、つまり弾き方が、違うよということなんですけど、今日はちょっとすごく深いんですよね。でさっきも言ったように、今日はイントロのメロディーをちょっとね、チャレンジ企画としてやってみよう。ちょっと難しいですけど、時間かけてゆっくりやってみてください。まず出てくるリズム、これです。今日は特別なリズム、アイランドビートプラスカッティングという新しいリズムをちょっとね、今日は提案したいと思います。はい、一応このアイランドビートというリズムとカッティングというこの弾き方、この2つをね、レクチャーしてもらうといいと思うんですけど、これ詳細解説、ここにちょっとリンク貼っておきました。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアイランドビートとカッティングという濃厚解説レッスン動画、それぞれが上がってます。まずそれを見て研究してみてください。このアイランドビートってめちゃくちゃ楽しいリズムなんでね、やってみましょう。で、今日はまさにこのアイランドビートっていうのはね、南国っぽい、ちょっとレゲエっぽいようなゆったりした砕けたリズムなんで、この曲にぴったりなんですけど、そこにカッティングを入れるっていうのは、今回もしかして初めての試みかもしれませんというんでわけなんですけど、今日ね、その中でも2つのパターンが出てきます。まずね、1個目のパターンは、結構メインのところほとんどこのリズムだよってことなんですけど、もう一個は A メロの歌い出しのところだけと、あと一番最後のエンディングで出てくる、さっきのシンプル簡単バージョンで出てきたワンブロック4つの時だけちょっとリズムが変わります。はい、なんでまずはですね、ちょっとちょっと変わり種の、A メロと一番最後のエンディングで出てくるこの CCG7CCCG7C、このところの解説、まずはやってみましょうという、そこの前にですね、まずアイランドビットって何だという確認をしましょうか。C を押さえてやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。これがアイランドビット。ダンダンダ、チャッカタッカダンダン。これね、結構簡単なんですよ。これ、そこの、リズムのいろいろなところでも言ってますけど、8ビートを2回弾いてるっていう風に考えちゃうんですよね。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。これ8ビート2回弾いた感じでしょ。そこで、じゃんじゃじゃちゃちゃじゃんじゃんじゃじゃちゃちゃちゃ。ちゃの位置を変えるだけなんですね、これ。じゃんじゃじゃちゃちゃじゃんじゃんじゃじゃちゃちゃちゃ。そういう感覚でこのビート弾ける人結構多いんで、まずこのアイランドビートをマスターしてください。で、これができているという前提で、今日ここにカッティングを入れるんですけど、ちょっと聞いててくださいね。リズム、これメインはこれ、はい、これが
基本になるな。あ、さっきちょっと順番間違えた。まず A メロで出てくるリズムと一番最後に出てくるエンディングリズムは、これの応用なんで、今日のメインのところのリズムから今解説することします。今やったのは、ちょっとじゃあ、普通の何でもないアイランドビートから今のカッティングに切り替えますよ。まず普通のアイランドビート。ジャンダン、ジャッカジャッカ。じゃあ切り替えます。はい。かっこいいでしょ、これ。はい。これはね、難しいと思ったかもしれないですけど、カッティングっていうの音を左手で止めてんですよね。これをカッティングと言います。はい。これなかなか難しい技なんですけど、表で表すとこうなります。丸は引く、×はカッティング、星は×です。そうするとこんな感じになります。この表の通り弾きますよ。ダツツダチャッタダツダツツダチャッタダツなんですけど、このリズムはシャッフルといってリズムがめちゃくちゃ跳ねてるんで、これをよりリズムに乗せてグルービーな感じでやってみると、しなやかにやると、ダンツタッタダン。この跳ね感、ダッツッタチャッタタン、ダッツッタチャッタタン、ダッツッタチャッタタン、これです。カッティングを入れないとアイランドビートでしょ。カッティングを入れると、せーの、リズムなんですけど、これはまずアイランドビートっていうリズムを練習しないとこれにはもう到底たどり着けないんで、まずはアイランドビートからやってみてください。で、そういうことで今日は中級レベルとしてはアイランドビートでできると言います。スーパーシーアイランドビート、アンダーズシー、ダーリー、私の言うこと信じて、これでも十分かっこいい。ここにカッティングを入れるとどうなるか。せーの、はい、素晴らしい、あたらしい、誰も私の言うこと信じて、こうなります。だいぶね、ドーンとかっちょよさも上がるけど、難易度も高くなって、さらにレゲエっぽい、南国っぽい、ちょっとこうラテンの感じが出るでしょ。これをちょっと表現したいんです。ちょっと C で練習してみましょう。一緒にやってみてください。せーの、このリズムがタッ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 、この感覚ずーっと最初から最後までこれでいきますからね。はい。そしてこれの応用編として、隣の階層はという A メロのところと一番最後のエンディングのワンブロックコード4つのところをやってみると、ここね、最後のね、ここのっていうと C、C のところは普通のアイランドビートのカッティングで、 G7C、 この2つの時にダッタッタって決めおります。やってみましょう。 C、C、G7、 これをC、C、G、7、C を繰り返します。ドンドンダン、ダン、ダスタダン、G、7、C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 、G、7、C、G、7、テンテンテン。かっこいいでしょ？これが、A メロと一番最後のエンディングに出てくるビートです。だからさっきやった基本の半分、前半まではさっきやったアイランドビートにカッティング入ったやつで、後半のダッダッダ、この G7C、これもできればカッティングで止めたいですよ。もう一回ちょっとゆっくりやってみます。せーの。体の動きも。このワン、ツー、スリー、このリズムが目指したいところでございます。はい。これで歌ってみると、隣の階層は青く見えるさ。こんな感じになります。すごいなんかこれいいノリでしょ？これ、最初に言っときますけど、簡単じゃないんでね。このリズムも、今のカッティングで、まあ難しいなと思ったら、アイランドビートだったらいけると思います。アイランドビートでやってみると、どんどんとチャットルの階層は青く見えるさ。こんな感じになると思うんですね。まずアイランドビートからステップアップしていくのがいいと思うんですけど、カッティング入れだと猛烈かっちょいいよということでやってみましょう。そしてさっきのシンプル簡単バージョンでも演奏が C でバーッと止まって、ドゥレデデンデンデデンデンデンっていうブレイクになるところがあったと思うんですけど、ここはね、かっこいいバージョンは、あえてこうカッティングで、こうやってみるのがいいかなと思います。じゃあサビの一番最後の、ずっと遊んでラッキーアンダーザシーやってみましょう。せーの、3。
ずっと遊んでラッキーアンダーザシーツテッテステデンデンデンダーッタスタスタチャカタカ、これカッティングですね。 CC こんな感じでやってみましょう。はい、その後はもう繰り返しで、終わっていくんで、まあ、ひとまずこの曲の一番の関門はこのリズムのグルーブ、このねかっこいい南国風ちょっとこうラテンっぽい感じのこのムードが出せるともう最高。体の動きに注意してくださいよ。溜めてやるこの感じはなかなかちょっとね難易度は高いと思うんですけど、じっくり時間かけてやり方はこの動画で分かったと思うんで、やってみましょう。そして今日特別編、これはねちょっとほんと難しいんですけど、イントロのあのメロディー印象的なドゥレデデッテンデデッテッテッテッドゥレデデンデンデデッテッテ、これをもちろん今みたいなシンプル簡単バージョンみたいにデデデデッテ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 って口で言うのもいいんですけど、これちょっとねタブをご紹介しておきたいと思います。はい、出しておきます。このタブの読み方わかんない方は概要欄に読み方書いておきますよ。ちょっと今ねあのガズさんがリアルなスピードでやっています。本当はこのくらいできるとね素晴らしいかっこよさなんですけど、やってます。せーの、かっこいいでしょ。はい、こんな感じ。今みたいな速さでやるにはかなりこれ熟練の技だから必要だと思うんですけど、まずゆっくりねってやってみましょう。はい、まずこれ前半部分なんですけど、まず解説していくと3弦の0開放弦、次2弦の0開放弦、次2弦の3、はい、次1弦の3、ここが難しいですよ。弦が3弦2弦1弦と使うでしょ、これが難しい。はい、全部弾いてもいいし、これハンマリング音といって2弦をこの3フレット叩きつけてもいいですよ。これでもちょっとねハイレベルの技なんで、まずはね全部弾いてみましょう。はい、3弦の0、2弦の0、2弦の3、1弦の3、この後3、3、1弦の2、5、3で2弦の3、最初からやってみましょう。せーの、2、5、3、2弦の3、はい、これが前半です。後半は、また同じ前半一緒ですね。3弦の0と2弦の0、2弦の1、2弦の3、3、3、3弦の2、2弦の3、今度2弦の0、いきますよ。もう一回。はい、メロディーラインのタイミングはもうメロディーとタイミングが分かると思うんでね、ちょっともう一回じゃあめっちゃゆっくり2つつなげてやってみます。せーの、見てください。じゃあちょっと早くやる秘訣はちょっとガズの手見ててくださいね。さっきも言ったけどここが一番難しい。こんな感じで、まあ、力入れるともうパチってなっちゃうんで、あんまり力は入ってないんですけど、まあ何か参考になればいいかなと思って。まずこのテンポ通りにやるの難しいから、まずゆっくりでいいよみたいな感じで、トライしてみてください。これはすぐにできないとは思うんですけどね、こういうのちょっとメロディーもたまに入るとですね、こうメリハリが生まれるんでいいかなと思ってご紹介させていただきます。あとは感情を込めて歌うだけ。この歌の歌詞見ました？もう行ってほしくないんですよ、リトルマーメイド。あの地上に行ってほしくても、いてほしいんでね、この海に。だから一生懸命引き止めてるところがもう可愛らしいというかですね、なので映画の世界観を思い浮かべながらほっこり気分で歌うのがいいと思います。あとでも本当に行かないでっていう気持ちだからね、切ないこうなんていう願望ですから、そんなのがエネルギーになるとまたいいと思います。感情たっぷり、これがいいと思いますよ。はい、じゃあやっていきましょう。リトルマーメイドの曲 Under the Sea、 ガズレレルかっこいいバージョン、2022年さらにかっこいいバージョンでやってみる。 1,2,3,4。隣の海藻は青く見えるさ、陸
君の間違い周りを見てごらんこの海の底なんて素敵な世界だこれ以上何を望む素晴らしい Under the sea 何私の言うこと信じてあっちじゃ働くだけ朝から晩までこっちじゃずっと遊んでたき Under the sea テステステデンデンデンテステステデンデンデンあっちじゃフーっとこっちじゃハーフあのベースラインは決まってるブラスもナイスドラムもグースウィングのリズムやればできるのさほらリズムに乗って歌う難しいことは抜き気に入れよう Under the sea 素晴らしい Under the sea 素晴らしい明るい begin のリズム私のため人間には砂サンドをみんなには生きるジャズバンド生きるジャズバンドいつもセッション素晴らしいテステステで可愛いダンサー振り揺れて素晴らしいテステステでワイルドに決めてハッピーだから最高海の底ここが最高海の暮らし Under the sea テステステでんでんでんテステステでんでんでんおいイエーイせーのリトルマーメイドの曲 Under the sea グルーヴがやっぱりねどれだけこう引き出せるかっていうのもね、ある、うねりがね、こうリズムの。あれはね、やっぱり一筋縄ではいかないと思うんですけど、なんかこう、何かを掴み取ってもらったら、ああいうムードって結構出せると思うんで、すげえテンション上がりました。はい。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方は、かつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り。こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り。英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。